今日の名言、デール・カーネギー、アメリカの作家、自己啓発家。11月1日はデール・カーネギーの命日です。幸福になりたければ見返りを求めるな。ただひたすら他のために尽くせばよい。深い思いやりから出る感謝の言葉を振りまきながら日々を過ごす。これが友を作り人を動かす妙定である。運命がレモンをくれたらそれでレモネードを作る努力をしよう。一見大したことのない仕事でも思い切って全力を注ぐことだ。仕事を一つ征服するごとに実力が増していく。小さい仕事を立派に果たせるようになれば大きい仕事の方は一人でに型がつく。他人にどう思われているかなどと心配する暇があれば、人々が称賛するものを成し遂げることに時間を使うべきだ。人は誰でも他人よりも何らかの点で優れていると考えていることを忘れてはならない。相手の心を確実につかむ方法は、相手が相手なりの重要人物であると、それとなく、あるいは心から認めてやることである。嘘ではない心からの称賛を与えよう。心から賛成し、惜しみなく賛辞を与えよう。相手はそれを心の奥深くしまい込んで、終生忘れないだろう。与えた本人が忘れても、受けた相手はいつまでも忘れず慈しむだろう。次の6つの心得を守れば、礼儀正しさの習慣を身につけることができる。1、相手の話に熱心に耳を傾ける。2、相手の話に口を挟まない。3、初対面の人の名前はすぐ覚え、できるだけ使う。4、もし相手の言い分が間違っていてもやり込めない。5、自分の方が偉いといった態度を見せない。6、自分の考えが間違っていれば素直に謝る。笑顔は1ドルの元でもいらないが、100万ドルの価値を生み出す。友を得るには、相手の関心を引こうとするよりも、相手に純粋な関心を寄せることだ。相手は間違っているかもしれないが、彼自身は自分が間違っているとは決して思っていない。だから、相手を非難しても始まらない。家族や友人や、同僚のやる気を起こさせる唯一の方法は、協力したいと思わせることだ。そして感謝して正当に評価することと、心から励ますことである。あなたは一番好きな仕事をやっているだろうか。もしやっていなければ今すぐ手を打つこと。自分の仕事が好きでなければ本当の成功は望めない。多くの成功者は何度も他の仕事で失敗を重ねて、やっと自分のやりたい仕事を見出している。気の塞いだ馬を見たことがあるでしょうか。しょげ返った小鳥を見たことがあるでしょうか。馬や小鳥が不幸にならないのは、仲間にいい格好を見せようとしないからだ。もし人生に退屈しているなら、何か心からやりがいがあると信じている仕事に没頭することだ。この仕事こそ生きがいだ、死んでも悔いはないという気持ちで働けば、夢のような幸福な人生が訪れる。議論に勝ったとしても、その相手の意見は変わらない。恨みを抱くな。大したことでなければ堂々と自分の方から謝ろう。頑固さを誇るのは精進の常である。にっこり握手して自分の過ちを認め、一切を水に流して出直そうと申し出てこそ大人物である。命令を質問の形に変えると、気持ちよく受けられるばかりか、相手に創造性を発揮させることがある。もし結婚生活が暗礁に乗り上げそうになったら、自分の伴侶の好ましいところと、夫や妻としての自分の至らないところを表にして、表にして、比較してはどうだろうか。人生の転機となるかもしれない。
楽しそうに振る舞っていると、いつか本当に楽しくなる、仕事にしろ会議にしろ面白くてたまらないといった態度で取り掛かれば、いつの間にか本当に熱中している自分に気がつく。他人に関心を持つことによって自分自身を忘れようではないか、毎日誰かの顔に喜びの微笑が浮かぶような善行を心がけよう。疲労を予防することは悩みを予防することに通じる。たびたび休養すること、疲れる前に休養せよ。疲れるのは仕事のせいではない、心の持ちようが悪いのだ。一日中礼儀正しく朗らかな気持ちで仕事をすれば、一日中腹を立てて仕事をした時より夜寝る時の疲労がずっと少なくなる。もし何かを恐れているなら、他の人々もあなたと同様、何かに対して恐怖心を持っていることを思い出すことだ。動かないことが疑いと恐れを生み出す。反対に行動は自信と勇気を生み出す。もしあなたが恐れを克服したいと思うなら、家の中で座って考えていたりせず、表に出て忙しくすることである。